このゲームは大陸版の情報を元にした内容です。日本版とは仕様や用語が異なる可能性があるのでご了承ください。こんにちは、わびのすけです。大陸版エーテルゲーザーの経験をもとにこのゲームの紹介をしていくよ。今回はこのゲームの面白さや遊びやすさについて語りたい。ルプヌシは海外ゲームも日本のゲームもいろいろ遊んでいるけど、大陸版のエーテルゲイザーはリリース日からずっと飽きずに遊んでいるもんね。飽きずに遊べる理由の大前提として、このゲーム課金しなくても遊べるんだよね。もちろん無課金だと諦めなければならない場面もあるけど、それでも全く問題なく楽しめるんだよね。参考までに新規のキャラガチャは一定数版で実施されるけど、毎回天井分は無償の石と剣が貯まるよね。すり抜けなければ新キャラは無課金でもお迎えできるよ。それだけで飽きずに遊べるんだけど、実際にどんな感じなのか、今回はエーテルゲーザーの楽しさ、遊びやすさを紹介します。このゲームを楽しむポイントをざっくりまとめると、1、メインストーリー、2、育成、3、挑戦ステージ、4、イベントだと個人的には思います。こうまとめると楽しむポイントはいろいろあるんだね。1から3は全て小説内の内容。どういう楽しみ方ができるのかな。まず1のメインストーリーは、その名の通りシナリオを楽しむよ。大陸版リリース時はそうでもなかったけど、シナリオはおそらくフルボイスになっていく流れになると思う。大陸版のリリース時はテキスト文章だったのに、中国語が読めなくて苦労したんだけどな。ノーマル、ハードステージがあるけど、シナリオを楽しもうと思ったらメインストーリーをクリアできる戦力が必要だよ。うん、まずはメインストーリーを全てクリアできるように育成を頑張らなきゃだね。エーテルゲーザー、PVP 要素がないし、イベントステージはレンタルキャラで全クリ可能。だからメインステージをクリアできる戦力まで育成したら、極論、あとは別に無理して育成する必要はないんだよね。だいぶ割り切った考え方だけどね。でも確かにその通りなんだよね。基本的には無課金でもまったり遊べるゲームなんだけど、ガチな人が楽しめるやり込み要素もあるんだよね。特に育成はガチ勢が一番つぎ込む要素だと思います。確かにずっと気になっていたんです。ゆっくりマイペースでプレイしたい人にはありがたい仕様ですが、真剣にやり込みたい人にはどこで満足できるのかと。PVP 要素の内容だったので、エーテルゲーザーガチ勢向けおすすめポイントが2の育成。以前も説明したけど、厳選要素があるんだよね。キャラの育成を進めれば攻略も楽になるよ。そしてこのゲーム、刻印の強化でサブ効果を獲得できるけど、ここが厳選要素になっているよ。同じ刻印でも獲得できるサブ効果は完全にランダムだから、狙った効果が出るまで厳選を繰り返す必要があるし、同じ刻印でもステージに合った効果のものを複数用意すると厳選作業に終わりは見えない。でもこれが楽しいんだよな。各種項目のレベルの監視と作業は作業だけど、サブ効果の厳選には終わりがないからね。いろんな状況に応じた効果を選ぶことで様々な状況に対応できるよね。さらにキャラのダブラセによるランクアップも大事だけど、ここが課金ポイントかな。でも刻印のサブ効果の厳選は課金要素がなく、お手軽に試せる割に重要な戦力アップ要素だからね。選ぶサブ効果の内容で同じキャラでも強さが大幅に変わるよ。うおー、こういう厳選作業って好きなんですよ。燃えてきた。でも頑張って育成したから、力試しする場所はないの。せっかく強くしでも力試しをする機会がないとモチベーションが上がらない気が。それについては3で紹介するよ。苦労して育成したキャラを思いっきり試してみるよ。常設コンテンツに挑戦ステージがあるんだよね。今回説明するのはダークゾーン浄化、悪夢再臨、MD バリアブルの3ステージ。コンテンツによってリセット期間は変わるけど、最大のもので1週間でリセットされます。これらはスタミナを消費しないチャレンジステージ。メインが終わると、基本的にここが毎週の3日になるよね。それぞれ挑戦ステージでポイントを獲得。ポイントは各商店で豪華商品と交換できるけど、いずれも力試し的な意味合いも強いステージ。ただ MD バリアブルはその期間で割り当てられるレンタルキャラを使ってステージをクリアしていくコンテンツ。自分のキャラは使えないので、自分のキャラの上試しというより、プレイヤーのプレイスキルや戦術性が試されるコンテンツだよ。このコンテンツ、挑戦前に敵が有利になるガスをつけることができるけど、
そうするともちろん難易度が高くなる。でも、クリアするともらえるポイントが高くなるんだよね。アークナイツの危機契約みたいな感じで。そしてこの MD バリアブルは他のプレイヤーとの競合コンテンツでもあるよ。クリアのポイントでランキング付けされるんだよね。なるほど。上位ランカー目指して頑張りたいわね。報酬も豪華だろうし。いや、個々のランキングは完全に名誉だけ。上位ランカーになっても特に恩恵はないよ。それどころか最後までクリアしなくてもその週の報酬がもらえるポイントまで進めたらそこで終わってもいいし。ランキングは名誉だけなんだ。それでも上位ランカーを目指して毎週危機契約が繰り広げられているのよね。そういう心境になればあなたも立派なガチ勢だね。残りのダークゾーン浄化と悪夢再臨ステージは完全に自分のキャラの腕試しステージだよ。ダークゾーン浄化は14段階、悪夢再臨は途中で追加されて今では4ステージ。ステージが進むほどもちろん難易度は高くなる。悪夢再臨はレベルにより複数のボスが登場するけど、編成は1つのボスに出撃したら固定されるからね。現状最大で4体ボスが登場、つまり12人の最強キャラが少なくとも必要に。げげ、1キャラ分の厳選だけでも苦労するのに12人分の育成か。元気ちゃん何言ってるの。育てる過程が楽しいんだよ。最後にいただくときの美味しさを味わいたいなら苦労するべきだからね。エル、焼肉の話になっているよ。ちなみにイベントでもこのようなポイントを競うコンテンツや高難易度ステージが出てくるからね。そういうステージはレンタルキャラだけではやはり限界がある。結果を出すには普段努力して育てた自分のキャラたちの力が必要になります。そういうイベントも高難易度ステージですら、クリア必須ではなく名誉的な感じですからね。上を目指す人はとことん上を目指せる。そういう高難易度の腕試しコンテンツもあるってことですね。チャレンジステージは主に育成素材を入手可能。もちろん高難易度クリアするほど報酬は豪華になる。ガチ勢の人にはさらに育成がしやすくなる一方で、まったり遊ぶ人がこれを逃しても致命的な失敗にはならない。なぜなら育成が遅れても攻略はイベントはクリアできるから。このゲームでクリアできずに損するポイントは、報酬の利空奇跡を取り逃すこと。チャレンジステージでもイベントでもクリアの達成状況に応じて利空奇跡が報酬で配られるからね。でも時空奇跡の回収はまったり勢の育成でも十分可能だよ。高難易度の報酬もあるんだけど、そこまでいくと時空奇跡はなく育成素材のみだから、高難易度ステージはクリアできなくても致命的な損にはならず、本当に力試し、達成感を得るために用意されているように感じます。だから時空奇跡だけ回収しちゃえば、それ以降の報酬は無視しても大丈夫。時空奇跡は育成不足な人でも入手できるから、これをコツコツ集めて次のガチャに備える。こういうゲームだから楽しく遊びやすいと思うよ。イベントについては以前動画で紹介したので簡単に振り返るね。イベントはミニゲーム系もあるけど、ステージもあるからね。もちろん最高難易度はハードルが高い。自分の編成でクリアできるように日々の育成や厳選、戦術が大事だよ。一方イベントステージはある程度育ったキャラが複数レンタルされるよ。しかもその時新実装されるキャラは必ずレンタル枠にいるから新キャラも使えるよ。新キャラをガチャで入手できなくても使えるのは嬉しいね。でも所詮レンタルでしょ。レンタルだけでイベントをクリアできるの？できます。っていうかレンタル枠のキャラ結構戦力設定が高いから、下手したら自分の手持ちより強いし、なのでイベントステージはオールレンタルキャラでもクリア可能だよ。もちろんそれで報酬はもらえるし、シナリオも確認できる。久しぶりにログインして育成が追いついていなくても最後まで楽しめます。なんだか独特な仕様だね。でもレンタル枠でクリアできるならいつでも楽しめるね。しかも新キャラや普段育成できていないキャラがレンタルされていたら、そのキャラも使うことができる。自分の育成メンバー以外のキャラを使用できるから、確かに飽きずに楽しめるかも。普段育成していないキャラを戦力として使えるのが面白いよ。この時説明した通り、育成不足でもイベントはクリアできます。さらにイベントはいろんなコンテンツがあるので面白いよ。期間が長くてられることもあるけど、新しいキャラ、衣装、新しいステージや新しいシナリオなど、やっぱりプレイすると面白いんだよね。育成不足で途中までしかクリアできないってことにはならないのがありがたい仕様だと思うよね。ということでエイジルゲイザーを飽きずに楽しめるポイントを紹介しました。まったりマイペースで遊びたい人でも、徹底的にやり込みたい人でも、どちらでも楽しめる要素があるゲームです。
私は大陸版はどうしても無課金でしか遊べないのでまったり進めていたけど、高難易度ステージが出てくるとやっぱりクリアしたくなるよね。ズブ主みたいな考えの人でもやり込んで楽しむことができるのね。いろいろとゲームバランスが良さそうなゲームだね。無課金でも楽しめるってのがポイントですね。厳選作業はもちろん、新規の目玉キャラもほとんどを迎えてきているから、さすがにランクアップはきついけど、知らない間に育成や厳選をやり込んで、いつの間にか今やってるゲームの中で一番ハマっているよ。運営も期待できるけど、そもそもゲームが面白いし楽しめる工夫がすごいと思います。何かと期待できるゲームなので、日本版がリリースされたらぜひともプレイしてみてね。ということで今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーションアップ、チャンネル登録お願いします。